言葉だよ。子羊ちゃんって言いづらいね。ちょっと噛みそうだったよ。メテオさん、ルシファーさん、こんばんは。はい、こんばんは。いつも配信楽しく見させてもらってます。ありがとう。企画の趣旨に合っているかどうかは分かりませんが、書かせていただきます。何？僕は4月から社会人になります。3月までお菓子の専門学校に通っていました。スイートだね。今のご時世によってなかなか行きたいお菓子業界のお店に入れず、就職しなければまずいと思い、県内大手の重機系の会社に入社が決まりました。おいな。でもやったこともない仕事なので、正直やっていけるか不安です。そっか。メテオさん、ルシファーさん、応援の一言ください、よろしくお願いします。だってさ。なるほどね。辛いね。これは苦労してるんだね。そうだね。その苦労全部僕たちが癒してあげたい。ちょっとメテオ。なんだい。まずこの人のこと癒してみて。えっと頑張ってて偉いね。よしよし。何そんなことしちゃうの。やっぱり癒すのってこれが一番じゃない。いいな。ちょっとやきもち焼いちゃいそうになっちゃったな。ごめんって。後で裏でいっぱいしような。わかった、待ってる、ね、ルシファーはどうやって癒すんだ。そうだね、じゃあ今から癒すね。うん。君はスイートな人だ。終わり。割とシンプル。スイートだから大丈夫。スイートだな。いける。ここまでね来たならね。そうだね。もう何も言うことない。僕もそうだよ、この人もね分かってるはず。僕なら大丈夫、いける。そうだよ。僕はパティシエになるんだっつって。そうだね。立派なパティシエだ。やっぱり今このご時世、夢をつかむのがすごく難しくなっている。そう、ドリームだね。そう、ドリームキャッチがねなかなかディフィカルトになってハードになっているんだ。そうだね。そうなんだ。スイートワールド。そう、スイートワールドの世界にダイブするのが、なかなかスイートワールドの世界そう、頭痛が痛いみたいになってしまっただけどね、君は必ずそのドリームを、ハントすることが、can。 そう、 you can。 you can ってことだよ。ね、you can ってなんだっけ。 you can do it。 君ならできる。僕としたことがルシファーったら、もう全く全く困った人だな。あ、そんな君も可愛いよ。どうしよう、メテオ。なんだい。メテオ不足になってきた。なんだよ、ルシファー。じゃあ僕になんかして。じゃあこれを読んじゃおうかな。